はい、皆さんおはようございます。タンタンタカです、はい8月の27日です、はい。今日もマイクありませんから、音楽は今日は多分、いつもはね、8% なんですよ。それが今日は 4% に落としますから、音声はよく聞こえるんではないかと思いますけど、はい。まずね、昨日アタランタドリーム、これはウェメンズ の NBA、要は女子のプロバスケなんですけども、このドリームのホームゲームがありまして、で対戦相手がね、インディアナの、フィーバーだったんですよ。で、まあ、ケイトリン・クラークが来てるわけですね。で、いつもは大体3300人から3400人の間しか入らないんですね。で、6月の21日に最初のゲームがあった時に、この対インディアナ戦ですよ、1万、ね、6000か1万7000ぐらい入ってですね。で、昨日のゲームが1万7608人入ったそうです。だからやっぱりそのケイトリンのこの集客力っていうんですか、ルーキーでやっぱりすごいですよね。で、試合の結果はね、もう本当に惜しかったんですけど、2点差か3点差で負けちゃいました。はい、今日はね、何があったんでしょうかということで、面白かったのは、ソーセージのね、売り上げが今伸びてるらしいですよね。で、どうしてソーセージの売り上げが伸びるかっていうと、金がないからですよ。で、結局その例えばビーフとかね、チキンよりもソーセージの方が安いから、そっちでプロテインを取るというふうに、まあ専門家は分析してるんですよね。だからやっぱりその家計、まあ、特に庶民以下の人は家計が苦しいんだなというふうに、まあ感じ取れるわけですね。で、それからサーバー、これ先週ね、サーバー募集してませんかっていうね、いわゆるウェイトレスですけども、 の電話がありました。それから昨日はね、寿司シェフ募集しませんかっていう電話もありました。まあうちは別にいらないんでいいんですけど、まあそんな感じでね、やっぱりこういう求人 の電話がかかってくるということは、それだけ景気が良くないんだと。特に寿司シェフなんてね、慢性的に不足してるんで、どこに行ってもすぐ仕事はあるはずなんですよね。まあその給料上げるためなのか、どっかのね、不況でどっか閉まったのか、それからどっかの町からここに来たのか、それは分かりません。ただし今日のね、10時に出た指標でコンシューマーカンフィデンスというのがあるんですけども、このインデックスはね、予想よりも良かったんですね。だから消費者 のいわゆるそのお金を使うマインドは依然として強いということです。それからさっき出た、情報が、家の値段ですね、ホームプライス、これがですね、ケースシラーって言うんですけどね、ですね、6月のデータなんですけども、23年に比べると、ですから昨年に比べると 5.4% 上がってるわけです。これはレコードハイですから、新記録、はい。で、特にこれニューヨークが一番高かったというふうに書いてますね。 9% 上がってます。そしてサンディエゴ、ラスベガス、この辺が 8.7%、8.5% 上がってるんですね。で、逆に低かったのがポートランド、オレゴンですね。ここは 0.8% しか上がってないと。まあそんな感じで、依然としてですから、持ってる人は強いね。株にしても家にしても持ってる人は強い。それはだからやっぱり資産が増えるからですね。まあ株は上げ下げありますけど、不動産のようにずっと上がっていくわけですよ。で、私今週、家のね、固定資産税払うんですけども、6600ドルで、ジョージアで例えば、まあ、6600ドル払うってことは単純にですから 1% なんですね。だから家の値段がいわゆる、まあ、工事価格っていうんですか、というか、まあ、当局が査定する、家の値段は、66万ドルということになりますね。で、実際に取引されている価格はおそらく、この前ね、うちの近所さんが売ったのが78万で提示して73万ドルで売ってるわけですよ。だからやっぱり5万ドル以上高いわけですね。で、この家、私たちの、まあ、20しかない団地なんですけども、2000年に できた
あの時の値段が平均がで30万ドルです。ですから、2000年に30万ドルでできたものが、24年後に、まあ、75万ドル前後になっていると。ですから、2倍を超えているわけ。2.5 倍までいかないけど、まあ、そうなっているわけですよね。で、あの面白いのがね、ハワイって、あのまあ、私ハワイに物件あるんですけども、ハワイの固定資産で安いんです。というのが2つあるんですけども、2つで確かね3300ぐらいしか払ってないんですね。だからハワイの、固定資産税はおそらく あのジョージアの、3分の1ぐらいだと思えばいいでしょうね、はい、だからこの辺がねあの面白いんですよね。だからハワイっていうのは他に収入があるわけですよ。観光収入があって、あのハワイに訪れる観光客から金バンバン、まあ、吸い上げてるわけですよ。だから住民の固定資産税は意外と安いんですよっていうことで、まあそんな感じですね。今日ね別にそのマイクがないんであんまりその、 あの話をしたくない。またなんかいろいろねコメントされるのも嫌なんで、まあこんなざーっとこういろんな不景気かなどうかなっていうニュースを、話してるわけです、はい。マイクはね一応今日の夜10時にあの家に10時までに家にアマゾンから来ますんで、明日はちゃんとあのマイクを使ってあの投稿できると思います。それから今週は、アトランタでは PGA のツアーチャンピオンシップ最終戦。先週あの松山腰痛でちょっと棄権しましたけども、多分今週は出てくると思います。で、私はチャンスがあれば土曜日の朝に行くか金曜日の朝に行くか考えてるんですけどね。で、日曜日はあの当然暑いから行かないと、自分のゴルフをやると。で、私最近あの凝ってるのがね、あの朝さ、30分から45分ぐらい裏の畑行って、あの倒木があるんですよ。で、まあ、もうその倒木がもう腐ってるんで、それをあのブロワーでガーッとあの吹き飛ばして、でそれを今度は芝刈り機でガーッとねちっちゃく細かくするんですよ。でそれを、畑の上に巻いて、この耕運機でぐるぐるぐる回して、あのジョージアの硬い赤土と混ぜて、いい土培養土になればいいなと。で、まあ、今一生懸命コーヒーカスとか卵の殻とか、あの枝豆とかね、いろいろもあのカスとか全部捨てて、それも全部混ぜて土の中に入れて、あのミミズがいっぱいできるようにしてるんです。だから私なんかこういう農業を目指してるんですよね。だから将来ね、あの ですから例えばあの今からね、私の実家の広島 の、 あの瀬戸内海にはですね、あの先祖代々の土地がありまして、そこもう荒れ地になってるんでね、そこにアボカドとかね、マンゴーとかパパイヤをね植えたいなと、ね、今からあの熱帯になっていく日本で何ができるか、熱帯の果物を育てるのが一番楽でしょうと、まあ単純な発想なんですけど、こんなこともやりたい、いろんなことをしたいわけですよ。だけどまあ体一つなんでね、なかなかあの思うようにできないんですけど、なんか何かやって死にたいなというふうに思いますね。まあ欲が深いんでしょうね。はい、皆さん以上です。